ります。黄色い線の内側へお下がりください。生野真です。現在ですね、もうそろそろで日付が変わるんですけど、10月7日の11時55分ぐらい、55分ぐらいですね。57分か。どっちでもいいや。はい、というわけでですね、なぜこの時間に撮ってるのかって言いますと、先ほど、地震が発生しまして、今ここにいる部屋、半壊しちゃったんですね。で、一見綺麗そうに見えるんですけど、整備工場、そして、鉄道周りもちょっといろいろと大変なことになっちゃったんですよ。それをさっき気づいて、今動画を回しております。それがこれなんですよ。はい、というわけですね。いろいろとね、倒壊した部分があるんですよ。まずね、目につくのがこのライトの裏。こいつなんですよ、問題は。はい、シャープから出ている空気清浄機ですね。よくここ置き場所がないんでね、橋脚の上に置いてたんですけど、橋脚もう足場ごとが崩れてしまって半壊しちゃってるんですよ。半壊っていうかもう倒壊だね、全壊だ。それによってね、新しく買ったあれアイマスシンデレラのアンズさんがちょっと負傷により緊急搬送です。これだけじゃ終わらないからね、こっち側。はい、先ほどグループラインで送ったんですけど、下が材料置き場、上が車両基地っぽいやつで、なぜか知んないけど上に冷戦と東急7700系がいる。やかましいわ。でね、この隣電車いるじゃないですか。この電車もちょっと被害に遭いましたね。この裏に隠れてるんですけど、オーマイギャー。そうなんですよね、先頭車両が脱線しまして大変なことになってます。これもうちょっと先進んでいたら、なんとね、これ、部品工場なのか、さっき言ったよね、なんだっけ、部品工場と名付けよう。部品工場のところに当たっていたら全壊してました。なぜかって言ったらね、足元を見るとね、こんなになってるんですよ。で、4本で支えてるんですけど、奥の2本、これがね、あれ、斜めになってるんです。見てみます、横から。ああ、これはひどいな。明日復旧に取り掛かります。今早く寝ないとね、明日学校行けなくなっちゃうんでね。で、これで終わりじゃないからね、整備工場も被害に遭ってるんですよ。以前僕の動画に見てくれた人ならわかると思うんですけど、JR 山手線のイン231系あったじゃないですか。あれの一応整備とかやってたんですけど、最近ね、こっちの線路に降りなくなったんですよ。その原因としてはシールの劣化がちょっと多かったって感じだったんで、ちょっといろいろと整備をしていったんですよ、長い期間ね。そしたらね、整備工場ちょっとよく見てみたら、あれ？いないなってなったんですよ。しかも俺それ動かしてないんですよ。います？暗いから分かりづらいと思うけど、こっちから改造中のやつで、ちょっと変更してるやつ、改造中、整備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 中なんですよ。ここの2線に山手線がいたんですよ。てか3線か。1両、2両、3両って感じで置いてたんですよ、分別して。なぜか知んないけど、品川東京方面寄りの、先頭車両が残ってたんですよ。それ以外の車両が消えたんですよ。どこに消えたと思う？うわぁ！こうなったんですよ。で、しかも、ちょっと待って。最悪なんだけど、日比谷線ね、ちょっと脱線してんだよね。これはちょっと直せるから、このままいいんだけど。一部破損が見られるから、これはちょっと、再開。一応被害はこんな感じなんですよね。はい、というわけでですね、さっきの地震によって、部屋は全壊してしまって、全壊ではないな、そのぐらいなっちゃったんですけど、今回の地震は千葉県の、ディズニーランド寄りって感じなんですよね。みんなが言うには首都直下の地震の予告じゃねえのって言ってるんですけど、
僕もそう思います。なぜかって言ったら、いろいろとね、予告が出ていたから。まあ復旧工事は明日になるんですけど、まあちょっとな、問題っていう問題はないんですけど、疲れたね。なんか今渋谷停電中らしいし、かわいそうだよマジで。最後に一つ言いたいんですけど、阪神淡路じゃないや、南海トラフ巨大地震と首都直下、まあ今言えば今日みたいな感じの地震があったら、まず身の安全を本当に確保してください。それができてないと本当にもう自分の命は終わりだと思ってくれ。 NHK 備隊からは以上です。